長崎電気軌道1200系電車は1982年に登場した長崎電気軌道の路面電車車両である。本校では1200型を間接制御化した 1200A 型についても記述する。長崎電気軌道では老朽化が進んでいた150系、800型といった通満車を機械のため1980年に2両が入線した。 警戒電車2000型を増備する計画が立てられた。しかし、2000型は様々な新機軸の採用により効果で、警戒電車自体の開発の遅れも生じていたことから、増備計画は白紙となり、代わりに警戒電車型の車体のみを新造して、中古や予備の台車や伝送品と組み合わせる危機器更新車を導入し、老朽車取り替えに充てることとなった。 1982年にアルナ工期で5両分の車体が製造され、同年8月10日より順次、長崎電機、浦上車庫へと搬入。手持ちの台車、電装品等と組み合わされ、1200型として竣工した。なお、搬入直前の7月24日に発生した、長崎大水害では、浦上車庫に留置されていた本形式の台車3組が冠水した。 基本的な車体構造は2000型に準じているが、製造費削減と既存車との部品統一の観点から、使用機器等に中古品や予備品が活用されている。車体は2000型での運用実績を踏まえて、扉構造や座席配置が改められた。本形式の導入以後、同社の新造車は2000年登場の1800型まで、約20年間にわたり機器更新車のみが増備され、 続けることになる。車体は警戒電車である2000型が概ね好評であったことから基本的な車体構造や塗装は同形式に準じている。前面窓は固定式の大きな一枚窓で側面に固定式小窓が設けられている。なお、運転席の通気性に欄があったことから後年側面の小窓が開閉式に改造されている。側面窓配置は D3D3 で窓はアルミサッシの2段窓で上段は固定されている。2000型では両開き4枚折り度であった中扉は片開き2枚折り度に改められている。また上高口,口のステップは床面高が2000型と比較して 70mm 低下したことから同形式の3段から2段に改められている。客室内は 数戸がけクロスシートとロングシートが混在した2000型に対し本形式では乗客の流動を考慮してロングシートに統一された。終電装置は2000型で採用された東洋電気製の警戒電車タイプではなく200型などにも用いられている従来型のものが搭載された。冷房装置は370型における現車試験で好評であった。 三菱電機製の路面電車向け冷房装置が搭載されている。導入コスト削減と既存車との部品統一の観点から、台車や手電動機、制御機、空気圧縮機等に中古品、予備品が活用されている。制御機は直接式の KR-8 型、制動装置は直通式の SM-3 を搭載する。1200A 型1205号抵抗機は、 屋根町に移設、側面行き先表示器も大型化された。1201号を除く4両は、製造から20年余りが経過した2003年より、リニューアル工事が施行されると同時に、保守性と乗り心地向上の観点から、足回りが1800型と同じものに更新され、形式も 1200A 型へと改められた。改造では、台車、 主電動機が北九州1600系の廃車発生品に交換されると同時に制動システムは二重化された。制御装置は新たに関節制御のものが搭載され、抵抗機は床下から屋根状に移設されている。また、側面の行き先表示器は大型のものが側面窓内に設置された。なお、1201号は リニューアルに必要な FS-51 型台車の在庫がなかったため改造が見送られた。1982年8月11日に試運転の後営業運転に投入された。本形式の直前に発生した長崎大水害で車両不足に陥っていた同社において下記の繁忙期に登場した本形式は冷房装置を装備していることもあり。 好評をもって迎えられた。本形式の増備により、2万、比例棒で、損置されていた150計3両、800系2両稽古量が廃車となっている。2018年4月現在、1200系1両、1200A 型4両の計5両が在籍している。カラー電車には1984年より抜擢され、2018年、 現在もカラー電車 B タイプとして全面広告の対象となっている。ありがとうございます。